ニズシカナです。皆さんこんにちは。今日も三線講座行きたいと思います。この曲との思い出は沖縄県民みんなあると思います。私だったら小学校の時にエイサー、運動会のエイサーをこの曲で踊ったり、もう本当に沖縄といえばの曲ですので、多分皆さんもお待ちかねだったと思います。シマンチュの宝行きましょう。みんなが大好きなこの曲を今日は一緒にやっていきましょう。それではお手本を弾きます。シマンチュの宝です。ちょっと難しいかもしれないけど、シマンチュの宝の一番難しいところはサビが教科書に書いてあることだけじゃわからない。ちょっとねサビが難しいかもしれないんですけど、練習するごとにだんだんできてくると思います。ぜひお家でパートナーやお子さんにいやさーさーって愛の手も入れてもらったりしながら、楽しみながら練習してみてください。今の時期沖縄にも行けないからね、これで沖縄の観光気分を味わって楽しんでください。それではチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。